今司病治療も何日目になったか忘れちゃったんですけど、大体1週間ぐらい経ったと思います。まあ焦らずゆっくり治療した、甲斐があったのかどうかわからないんですけど、とりあえず、全ての個体今元気に泳いでおりますし、鱗の方が逆立つ、こともなく、で体の方がぼってりむくむこともなく、なんとか、見た目はですね、見た目は完治した状態にまで、持っていきました。で、最後にですね、最後の水替えになると思います。治療中最後の水替えで、あとはもうちょっと最後浸水の中に、入れまして、もう水合わせは終わってます。この中に入れて、こっちの元いた場所に戻すんですけども、今現在最近すると気温が高くて今20度ですね。まあもちろんヒーターも入れてるっていうのもあるんですけど、こっちが20度でこっちが15度ですので、もう餌は切ります。で、まあ2日3日かけて、こっちの方も15度に持っていって、水温があった時点でこっちに移動していくっていう流れですね。ただ4匹中1匹はですね、もう完全に逆立ち状態で、ひっくり返ってた子がいるんですけど、まあ今は元気なんですけども、多分おそらくまあ完全に完治っていうのはないので、おそらくまた水温が下がってくるとひっくり返ってくるとは思うんですが、一応戻す予定ではあります。まあ、15度の時点でひっくり返って、多分おそらく1匹ひっくり返ると思います。ひっくり返った時点でまあその子だけまあ治療を延長してやっていくかどうかっていうのは悩んではいるんですけども、とりあえず治療の最終工程に入ります。こんな感じで一応元気に泳いでくれてる。こいつ怪しいですね、泳ぎは。多分こいつがひっくり返ってた子だったかな。とりあえずまあ鱗の方はみんな閉じてくれて、元気に泳ぎ回ってるんですけども、あとはもう綺麗な水の中で、1日2日少しずつ、水温を調整して、また元いた場所に戻していくっていう流れに入ります。ただまあね、今現時点で閉じただけで、今現時点で元気になっただけで、おそらくこの子たちっていうのは免疫自体は他の金魚たちよりもね、おそらく弱いと思うので、また再発の可能性はあると思いますし、松笠病に関しては治ったっていう概念がないので、おそらくすぐ再発してしまうとは思うんですけども、ちょっとまた様子見て、やっていきたいと思います。トサキンの松笠病治療も、ちょっとこの動画で最終回になるかなと思います。治療の回あって、この子たちとりあえず元気になりました。4匹とも元気になってとりあえず一安心ではあるんですが、ただ松笠自体に、まあ、完治っていう概念がもしかしたら、ないのかなとも思うので、多分また再発する可能性は十分あると思います。で、一応今からこっちの、元いた飼育水にお引っ越しさせようと思うんですけども、水温がですねある程度合ってないといけないので現在調整中です。まあ今それでも、もうほとんど合ってますね。こっちがだいたい今18度ぐらいまで落として、こっちの方が高いのかな、19度、まあ18度ぐらいですね。でもうあとはまたちょっとびっくりしないように少しずつ水合わせをして、元いた場所に戻っていくっていう流れになります。よいしょよいしょ。どの子がでもひっくり返ってただったかな。多分ひっくり返ってた子はこれからですね、またこっちが今水温が18度になってるんですけど、また越冬の方に入りますので1日1度2度ずつとか少しずつ気温の方を下げていきます。で、まあ、15度10度になった時点で多分おそらくひっくり返るんじゃないかなと思います。
けども、もうこればっかりはもうしょうがないので、ちょっとまた様子を見て、まあ、ひっくり返らんでくれたら一番いいんですけども、よいしょ。一応今回で治療はおしまいです。みんな元気になりました。とりあえず現時点では元気になりましたけど、多分何匹かは再発するんじゃないかなと思われますが、多分こいつかな、こいつが一番まずかったのかな。よし、よいしょ。水原さん、他の子たちは元気ですね。相変わらず元気でいてくれてます。よし、で水温の方はほぼほぼ合ってますので、もうよいしょ、少しずつ合わせ水ですね、水で合わせて、最後この中に入っていくっていうような流れになります。とりあえずちょっと結構長引いた土佐菌の、松笠病治療の、動画シリーズだったんですけど、とりあえず今日で完結です。一応こんな感じで治療の方は終わりまして、飼育水の方に戻っていきます。よし、ちょっとねまた今後どうなるかわからないですけども、とりあえず元いたお家に久しぶりの帰還でございます。ちょっと頑張ってまた越冬していってもらいたいなと思います。よいしょ。そんな感じで、まあ、なかなか完治の難しい病気ではあるんですが、ちょっと少しずつ様子を見ながらまた対応していきたいと思います。そんな感じで、ちょっと結構思った以上に長くシリーズが続いてしまって、また、他の金魚もですね近々アップしていきたいと思いますので、どうぞよろしく。やっぱその治療終わってからやっぱちょっと色は上がってますね。上がってるというか色がちょっと薄くなってるように思いますね。まあしょうがないですね。そんな感じで、いろいろと最後まで見ていただきありがとうございました。